はい、どうも、ショータイムウルフです。はい、どうも。はい、だいぶ前に曲がらないボール打ったの覚えてますか？覚えてる。あれすごかったよね。確かに曲がんない。ね。うん、あ、こんなポッキーに。あ、それそれそれ。これだよね。うん。はいはいはい。で、このボールもなんと、2個、もう新しいモデルができていて、これが最新のストレートフライ。なるほど。色がね、全然パッケージ変わりましたね。そうそう、白いからね。白い。ボールも白いね。そうそうそう。開けてみますか。ちょっと今日は打ってみて、はい、最新のボールは進化したのかどうかをちょっと。ストレートフライ好きだね、翔太。2ピース 20% ストレーターフライト、はい、ニューコアデザイン。デザインが違うそうですね、コアの。へー。あ、でも結構さ、はっきりしてるね、今回の、うん、前回に比べて。白いからそう見えるだけじゃなくて、でソフトフィール、柔らかいんだ。 15% ローアーコンプレッション、柔らかくなった。オリジナルモデル、オリジナルモデルより 15% コンプレッションが柔らかいです、はい、うん、なるほどね。ファインダフェアウェイ、ディンプパターン、ディンプルパターンがやっぱ特徴的ですね、うん、ちっちゃいのと大きいの、ね、大きいのがなんか三角になってるで、ここなんかすごいね、ストレートフライトって書いちゃって、うん、前回にはなかったですね、はい、ということで、マークもしやすいと。この狭いフェアウェイを捉えられるか、はい、今回のはどれ、これか、うん、ストレートフライト、ディスタンスはロング、フィールソフト、ボールフライトストレート、はい、はい、じゃあやっていきましょう。やってみましょう。果たして本当に曲がらないのか。あ、自分のボールで、うん、ああ自分のボール、ね、自分のボールまず犠牲にしなきゃいけない超狭いんですよ、このホール。自分のボールか。これシダするとこじゃないんだよ、本当は。の生き残らせられるかな。自分のボールでしょ。うん、自分のボール。なくなった。あ、これダメだわ。あー、狭い。だね、そんな曲がってないの。全然曲がってないけどね余裕でなくなった全然曲がってないですよ。うん、そんな曲がってないんだけどね。じゃあ2球ぐらいやつ、自分のボール2球にしよう。もう1回リベンジ。うん、飛んでるけどね。あ、そう。287リベンジ。ちょっと振り遅れてた。これいいよ、突き抜けた。あの、まあいいフェードだけどね。ダメだ、このホールセーフにする方法がわからない。全然いいフェードね、マイボールね。うん、翔ちゃんね、このホールセーフにする方法俺にはもうわからない。これスピン系ボールだって。これこのさ、方向まっすぐ行ったら突き抜けるべ、2人。うん、上げてるね。あ、ナイス。あ、残ったでしょ、これは。残る、あれ。今いい球だったわ、うん、おっそ。ヘッドスピードちょっと落ちたね。マイナス5度だからね、寒いからね。いや、めっちゃいいやん。スイング超良くなった。めっちゃいいわ、うん、いらないじゃん、ストレートぐらい。それいらないかも、うん、はい、勝つよ。プロだからね、はい、全然いらんやん。プロこんなもんでしょ、みんな、うん、まあまあまあ、フェース開くだけでだいぶ勝ったわ、うん。俺には JGR がいるから。おい、曲がんないじゃん。曲がんねえな。いいね。何、今日比較対象にできんの俺だけ。曲げてよ。おいおいおい比較。なんか今日勝つやドライバーよくね。うん、いいんだよ、そうやって栄光ぶらなくて。そうだよ、いつも通りやっていいよ。そう、そういうのと。あ、曲がんないわ。今日比較対象俺だけじゃん。俺しかいないじゃん。じゃあ水曜カップ、水曜カップ、はい、水曜カップ、フェアウェイに残した人が、ていうかさ、おご、うん、ってくんない俺に。なんで俺勝ったよね、いつ、だいぶ前に。ああ、チーム戦。うん、それチーム全員揃わなきゃ。向こうだろ。そうなの。お前急に彩香さんと2人でデートできたって怒るかよ。はい、じゃあストレートフライ、ストレートフライ。じゃあ4球勝負、うん、フェアウェイに残せるか、フェアウェイっていうかセーフにできるかってこと。おわ、いや、ダメだ。いった。打った感覚は違う。うん、なんか柔らかい。あ、あるよあるよ、こっちにある。でも耐えてる気がするけどね。うん、距離はなんか
出るね。出るね。普通に出る。307飛んでるよ。抑えられてる。1655スピン。もうちょっと振るか。おお、いいね。全然曲がんないじゃん、左右に。おお、300ヤード。うん、やっぱまっすぐになるんだな、回転が。これ置き方とかあんのかな。うちないでしょ。まっすぐに修正されるでしょ。これは全然ないのか。こないだのはあったもんね。こないだのはすげえまっすぐいった。あれでも250ぐらいしか飛ばなかったよね。確かに。この前のは。おお、めっちゃいいじゃんこれ。これいいじゃん。いや曲がらん曲がらん。全然曲がらん。うん。305。距離も出てる。え、何球打つの？4球？あ、4球ずつあるのか。あるある。俺ちなみにハイナンバー4443。オッケー。じゃあ俺3だけ使うわ。3331。うわあ！曲がらな。全然曲がんねえじゃん。いいね。え？いたたたた。え？いや曲がんねえじゃん。295飛んでるし、うん、初速結構出るね。多分俺は3球かな、残ったのが。2221でいこう。うん、俺全部ハイナンバー。あ、俺も1もしかしたら1球打ったかもしれない。あ、そうね。うん、でも俺多分4441かも。あ、じゃあ勝ちは3って。うん、これ大丈夫。じゃあ俺のノーマークね。うん、俺のがノーマーク。よし、餃子。いや、食べ放題。餃子を阻止する。餃子食べて。餃子、あれ一人前じゃなかったっけ。ピチンポって言うなよ。本当だよ。何万って使ってるだろ。なあ、間違いないっす。紹興酒なんか飲むじゃん。うん、よし、行ってみよう。うまっ。全然曲がらないの。全然曲がんねえ。なんだよ、自分で取ってくわ。飛んだ。飛距離はまあいつも通りか。当たってない。257。もうスピン落ちていいね。うん。あ、すごい遅くね、ヘッドスピード。45。急にどうした。今日のために抑えてきた。違う。冬だからだろ。曲がらんな。お、でもこれも多分セーフだよ。え、チーピンしたと思ったら曲がらんなと。ね。うん。すげえ。いつもストレートフライには驚かせられてるバカだよ。怪しいな。何も言わなきゃいいのに。ああ。でもあんま曲がってない。かっちゃんのマークつけてる？出玉からは曲がってないね。うん、あんまり。マーク最初だけ。ああ。出玉300飛ばしたいな。うん。飛ばして、まだ258よ。あ、でも曲がんね。曲がんね。マリオゴルフめちゃくちゃ振ってんのに曲がんない。257。ダメだ、ヘッドスピード遅い。うるせえ。マックスフライさ、黙れ。なんか思いっきり振っても軽く振ってもあんま距離変わんなかったんだけど俺。ヘッドスピードってどれ。じゃあ俺行きます。その47クラブスピード。くそー、餃子もらいます。52欲しい。プロ行く。行きます。おー、飛びすぎろ。49.3。プロ大したことねえな、いいね、スピード。あの、フェアウェイ、フェアウェイ。50越してみろよ。いいね、曲がんない曲がんない。え、50越してみろ。越してみは280抑えてんな。分かったよ、やってやるよ。49はちょっと抑えてんな。振った。 50.4。 めっちゃ良くない。いい方向がダメだったね。そう、ちょっと左じゃない？うん、286。お、いいね。はいはい、やるよね。これいいわ、アメリカの人。これ試合で使えるの？使えるよ。
これ合法、うん、合法違法じゃない法に法に触れてんのあのボールってこれで勝ったらすごくない、うん、つくべマックスフライつくぞスポンサーこれで勝ったらおお曲がらんね曲がらん曲がらんラウンドでこれやれよ本当だよ、はい、50ヘッドスピードあー50出てきた、うん、286これさだけだヘッドスピード上がってもあんまり距離変わんないねそう、うん、変わるいや変わ6ヤードしか変わってないマジ、うん、むしろキャリーで言うとちょっと落ちてるさっき俺思ったんだけどさ 51.5 と 52.8 で距離変わんないどころか後者の方が距離落ちてた300いかなかったもん行きますヘッドスピード速すぎるとあれなんかな潰れすぎんのかな柔らかいから多分柔らかすぎんプロはうんプロには柔らかいあ今わ閉じたよこれはスイングの問題ですね、うん、いやでも出球からは全然曲がらない、うん、素晴らしい288ヘッドスピード 50.9 お一番飛んだ、うん、素晴らしいねこのボール悪くないねいやみんなこれ使えばいいんだ広めてこうマックスフライアマゾンに売るとさこうやって差が激しいから、うんうん、安定化させてあげていやもう店舗作ろうよそうしたらそうだねうん、マックスフライあの横浜のビルであ水曜ビル、うん、よろしくお願いしますフリーレント3年やめろ何それフリーレント3年って初めて聞いたダメなのいいよあいいの俺に決定権はないじゃああの屋上で売ろうよ屋上で屋上から投げようよ屋上から投げてさ宣伝するんだよ上から落ちていやいやいやなんだこのボールっつって事故物件、うん、すごい熱いマックスフライすごい本当にあんま曲がらない、うん、フライド捨ててこういうこのちゃんとこれ使った方がいいのかねそうよアマチュア、うん、なんかねでもプロもいいんじゃないこういうやつの脱ぎ方がキモいんだよそんなに熱いなんか大手メーカーのボール買おうってなっちゃうんだよないつも俺もらったボール使ってるそれ金あるからでしょ、うん、俺金ないもん違うよすぐ さ、うん、そういうこと言うじゃん近いよ俺金ないもんみんなホリエモンとかに比べたらない、うんはい、はい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 やってきましたわーわーわーあれ全部フェアウェイええすげー飛んでないこれほぼフェアウェイじゃんほぼフェアウェイだいやめっちゃ飛んでるなこの辺俺だもんカウントするか俺生き残ってんの全部こっち側だよな俺あ、マジうんあ、じゃあ俺あれかこれ1番これ翔太のマーク入ってるあ、これは俺のはい、俺1個あ、これ4番だから俺のだこれも4番だから俺のだマジかようんそれは4番あ、じゃあそれも俺のだうわ、やば3つ4番4つうん3つ生きてたしかもこれ結構飛んでね飛んでる、めっちゃ飛んでる普通にいいねこれ翔太あ、俺の1番これフェアウェイフェアウェイあ、じゃあ俺2個だわ俺3個勝也は2個あー、じゃあ俺餃子食べ放題やったうわ、いいなやった、餃子食べ放題もらったちゃん、じゃあ今度プロレスラー連れてくねやめろプロレスラーと力士連れてくそこに勢いあるよ翔太翔太翔太じゃあ3個あー、それラフかじゃあ俺勝利完勝利勝ったいや勝たせてもらったよストレートフライに3球ってすごくねでも、うん、ねしかもさあ結構狭い範囲にあったよね、うん、これだわこれにしよっかなこのボール選択肢の一つとしてはいいんじゃないいいんじゃないでしょうはい以上ですまずはご清聴ありがとうございました。